これ食べてないよ、まだ。あ、違うんだ。あ、本当だ。それでカード。We have also starving, so we're going for the lunch first. Yay! Yakiniku. Yakiniku. ここだ。で、I want to eat yakiniku. Yeah. なんかランチがめっちゃ安いらしいんだよね。安い。うわ、安っ。え、どれにしよう。Only 1,000 yen とかだね。焼肉最高。え、めっちゃおしゃれなんですけど。はい、すごいいいね。めっちゃいい。なんかこんなさ、おしゃれな感じだとは思わなかった。すっごいなんかかわいい。え、しかもご飯おかわり無料。カメスープのおかわり。俺これにしようかな。私これしようかな。え、かぶる。じゃあ俺こっちにしようか。あ、ここでフリーライスでランチスープ。まず料理が来るのがめちゃくちゃ早いです。ね。そして紙エプロンをします。ビビンバって知らない人多いですね。確かに。てかまあ韓国のビビンバ。おこげ。やば。あ、いいですね。おこげがいい感じ。これすごいめっちゃいいとこ。うん。野菜が食べたいからこれ選んだけど、ご飯がめっちゃ多い。熱そう。うん。うまい。いろいろありますけど、とりあえずやってみましょう。はい。こうやってセルフで。これフォークだ。わお。じゃん。じゃん。うまい。うまい。焼肉はね。That's Japanese って言ったけど、米？うん。米と食う。そうだね。これ牛だよね。うん。うん。美味しい？普通にうまい。わー。ちなみにこれは my favorite タンね。ビーフタン。こんな感じ。ちょっとさすがにやっぱちっちゃいね。これです。ビーフタン。うん。薄切りだな。これがめっちゃ冷たくて歯に染みた。え、美味しい。食べる。うん、日本人はね、締めでラーメン、あ、冷麺を食うっていうのをね、よくやります。うん、固めだね。固め。まだ味はいいよね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。この価格で焼肉ランチが六本木で食べられるのはいいですね。ですね。 Where are we going?、まあ、六本木ヒルズ、まあ、六本木といえばね、六本木ヒルズなんでね。わお、でけー。 It's
it's quite windy today. But when you come to here, Roppongi Hills, you will see this art. Momoko Sakura. これ海外の人あんま知らないな、多分ね。超ローカルですね、ローカル。でも女の子はすごい好きな子多いと思う。美術館の展示までちょびっと時間あるから散歩しよう。綺麗なビルで。それ結構たまんないんじゃない？キーチェーンだ。ドイツみたいなことやってんね。廃棄された、だからいろんな重くみ合わせ。めっちゃ可愛いんだよ。これもこれ可愛いじゃん。これ可愛いよね。こっちも確かにね。ちょっとこれだと M 感が。この小文字ってすごい。たまらん。こういうの好きな人絶対来た方がいいよ。こういう面白い本もあります。これめっちゃおもろいって。ちょっと中見せて。さあ、わお、超ローカルだね。東京のさ、あこれ私も欲しいな。ね、うわめっちゃ商店街。 This is Tokyo だよね。 This is Tokyo。 というわけでウェブでチケットを買ってるので行きましょう。多分取れるところと取れないところがいっぱいあると思うので、まあ、適当に考えようと思います。 Here we are。 わー、そう、結構人いる。そうですね、ちょっと写真が撮れるけど動画はダメなので行ってきます。大丈夫です。There you go。私はね、いつもあのスタバの時はこれなんです。うまいんだけど、I love it, but I don't like this straw。紙。Anyway, yeah, how was it? 良かったです。And we bought.可愛すぎるよね、これ。それはあの、ちょっとじゃあこちらです。はい、これを買いました。めっちゃ可愛いよね。めっちゃ可愛い、ね、色が結構サイケルですけど、うん、というわけで東京ミッドタウンといいます。 OK。 それもなんかまあお買い物したりとかご飯があったりとか、なんか美術館もあったりとかで、結構面白いところなんで、そこに行きます。 Yep。 はい、はい、着きました。このオブジェを見ると遊びたくなる。すごいな、これ。うう、ガレリア、軽く、あ、でもガーデンテラス、ガーデン行こうか。じゃあ、ガーデンいいじゃん。うわー、ちょっとやっぱえ、なんかもっと人いる。え、ここなの公園って。誰もいない、入れないのかな。なんか今やってんのかな。あ、でもちょっとこの辺今工事してるね、これ。あ、あれだ、これからイルミネーションの季節だ。ああ、作ってんの。なるほど、これからですね。はい、日本ってだし文化がすごくって、見てください。だし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 バターだって。面白い。なんかそのだしかける、うん、何みたいなね、アレンジ、全品ご試食できます。
あ、こうやって置いといてくれるんだ。これ、いいですか。はい、こちらです。あ、ありがとうございます。すいません。アゴだ、焼きアゴ。うまっ。あ、はい、おいしい、すごいおいしい。へぇ、Like this. Yeah. There is lots of various dashes in Japan. まあ比べるものではないんですけれども、圧倒的にミッドタウンの方が好きだね、僕は。キルズよりね。キルズより、うん。工事に欠かせないもの、それはタバコ。あんなリッチなところで知っております。ミッドタウンはスモーキングルームもすごい。いい感じです。It's getting a little bit dark now. So it's a time for beer. 六本木といえばこの道、このストリートはすごいメインだよね。そのいろんなお店があって、やっぱ六本木ではね、ちょっと高いところがいっぱいあるんだけれども、その中で We will show you the local place, which is not that expensive. Is this one?私たちはね、やっぱ皆さんにこう、まあ、いい居酒屋とかもいいんですけど、やっぱ安くていい居酒屋を紹介してください。レモンサワーオールタイム80円。And high ball as well, right? Is it? Seriously? Nah, I doubt it. Let's see anyway.めちゃくちゃいいじゃん。喫煙スペースってどこか。あ、これか。貸し切りだね。みんな仕事してる時間だから貸し切り。So let's see. やばい。本気なのこれ。まあ、税込みで、with tax で、88円。Really? ぜ、なんかさ、変なウイスキーじゃないのかな。トリスじゃないの？違うから。オーダーは QR コード。今何時でしょう。まだ5時ぐらいじゃないの。4時50分。こんな時間から平日に飲んでるの私たちぐらい。サールサールあいい飲みっぷり。悪くない。お、クレモの先生。ビエイ枝豆ショップ。これめちゃくちゃベビーズで私やってるね。だからどう、これ350円の枝豆で、この量だよ、うん、量があるけど美味しい。あ、ほんと。お待たせしました。唐揚げ番長の工事。唐揚げタイム。まあ、正直この値段の感じのスーパーチープな居酒屋さんの唐揚げどんなもんかっていうのが結構こうポイントじゃん。そうだね。めちゃくちゃうまそうなんだけど。大きいよね、すごい。しかもカツっぽい感じ。うん、なんか面白い。しかもこの名物っぽいんだよね。匂いかい。じゃあすみません、いただきます。よろしくお願いします、はい、面白い。面白い。大丈夫、うまい。おう、めちゃくちゃクランチーで、ちょっとね、カレーパウダーがね、かかってる、入ってると思う。それの感じが、うん、ここのお店鳥が結構パリパリ、すごい赤がってる。美味しい。美味しい。なんかこのまま結構パリパリ系で、うん、クランチで。これいくら？60円1本ね。うわ、噂の80円ハイボールですね。ああ。どう。わかる。あ、もう。あ、相当チープなウイスキーだね。ああ。80円 right for ハイボール。I understand.But I think I'm good. I'm not gonna order it this week anymore. What are you doing? What's that? What's that?
for sure. It was a really cheap izakaya, which is really good. But there's one thing I wanna tell you. I think the whiskey they were using was quite strong. I mean, not the Goodman. That's why I'm a little bit drunk. Drunk? 六本木といえばね、夜の街というか。When I was young, I actually used to come here a lot. Like, you know, clubbing and doing the f***ing stupid stops. 見て見て。ミラミラミラ。でーん。東京タワー。ここ、ここです。ここでもいい。うん、でいいよ。ここは渋いよね。渋いな。赤札屋。しかも安い、めちゃくちゃ。大体このね、本当で分かります、私は。本当で。安いか安くないか。本当で安さが分かるよね。ハイボールが250。I'm gonna have that one. ギャグじゃなくてさ、唐揚げ食っていい。あの鶏の唐揚げ。本物なんじゃない？ちゃんとしレモンが入ってる。そう、さっきのねと比べると、うん、これがやっぱハイボールなんですよ。なるほど。 This is it。 私はここが多分いいんだろうなっていうのがね、あれですね、サラリーマンのおじさまたちがいるっていうのは結構ちゃんとご飯もそれなりに美味しくていいんだと思う。わかるわかる。で、本当にただただ安いところって若者しかいない場合が多い。軟骨。おいしい？あっこい。この本当の味。この本当の味。真似してんじゃん。おいしい。おいしい。 I am having my second highball。 この汁、これで飲んでいい。海外にいた時飲んでたらやばい。泣いてた。結構パンチ。ごちそうさまでーす。 So yeah, it was a good day in Roppongi. I am pretty sure that there's lots of choices that you can do in Roppongi, but today I feel like we show you kind of the local way. 毎回ローカルウェイだよね。Yeah. これは私たちのテーマだから。Yeah, it is. 高級レストランを紹介するチャンネルではなくて、激安チープローカル居酒屋を行く。Exactly. That's our way. So thanks for watching. If you guys like this video, do not forget give it a like and subscribe to our channel. So it's time to go home. Good night.買いました。ウレピー、どこに貼ろうか。うん、いいと思う。かわいいじゃん。かわいいじゃん。 いやー、結構最近のベビーズはこの家飲みもね含めて楽しんでるよね。 Yes。 はい。 So we're gonna start タクノミ。イエーイ。 Cheers。 Cheers。